モルディ等不質量分析系マトリックス支援レーザー脱リイオン化法は質量分析におけるサンプルのイオン化法の一つである。日本ではモルディをマルディと呼ぶことが多いが英語での発音はモールディに近い。モルディの開発と実用化は島津製作所の田中光一の研究成果によるところが大きくかかる功績により田中には2002年にノーベル化学賞が授与されている。 モルディポーはエシポーと並ぶ代表的なソフトイオン化法で従来のイオン化法では壊れやすかった大型の生体分子のイオン化に向く。これにより分子量の大きな高分子化合物の質量分析が可能となり医学や生物学、特に生化学を中心とした分野に非常に大きな発展をもたらした。また分析に必要なサンプル量がごく微量で良いという利点があり、 エシポをしのぐフェムトモルオーダーから測定可能である。加えてサンプルの純度に対する要求性も比較的低い。これらの特徴が大量の高純度資料を用意することが難しい生体由来の資料の分析を一層容易なものにしている。物質に紫外レーザー光を照射すると物質が光を吸収して光電子移動が進行しイオン化される。 この直接的なレーザー照射によるイオン化法をレーザー脱離ン化法という。しかし、ルディでは物質の種類によっては効率的な電子移動が行われず、資料がレーザーでダメージを受けてしまうという欠点があった。そこで、レーザー光によってイオン化されやすい物質をマトリックスとしてサンプルとあらかじめ混合しておき、これにレーザーを照射することでイオン化する手法。 すなわちモルディが開発された。サンプルとマトリックスの混合物に窒素レーザーのパルスを当てると、マトリックスは瞬時に冷気され、受け取ったレーザーの余剰エネルギーを熱エネルギーとして放出する。その結果、マトリックスとサンプルは気化され、同時にマトリックスマイナスサンプル間でプロトンの十字が起こってサンプルがイオン化される。この時生じるイオンは主に MH、MNA。 mh 体等である。サンプルの種類によっては、m や mh 体も観測される。また、モルディで生じるイオンは、多くの場合一家であるが、2回イオンが生成される、場合もあるモルディには、多くの場合豆腐型の分析部が組み合わされる。生成したイオンは、加速電圧を引火されて運動エネルギーを生じ、イオン検出器まで飛行していく。イオンが受け取るエネルギーは、電化量のみに依存するため、 電化に対する質量が大きい分子は低速で逆に小さい分子は高速で飛行する。この際により検出器に到達するまでの時間差からサンプルの質量を割り出すことが可能となる。豆腐の場合、原理的には検出時間を延長すれば質量に検出上限はなく実際に分子量数百数十万の幅広い質量に対応した測定が可能である。最近では 豆腐の実装は、イオン反射装置であるリフレクトロンを伴うものが多く、飛行距離を伸ばすとともに、イオンの運動エネルギー誤差を相殺し、より高精度の分析が可能となっている。また、今性にレーザーを当てた直後の数百数十ナノセカンドは、加速電圧を引火せず、その後一斉に加速することで、初期状態の違いによる検出時間のばらつきを抑えることが可能である。実際には、 タンパク質をそのまま質量分析するのではなく、トリプシンなどの消化酵素でペプチドに分解してから、それらをまとめて分析にかけ、ペプチドの分子量を変数としらスペクトル分布を読む、取る方法で質量分析をする仕組みが一般的である。マトリックスの役目は、前述の通りレーザーエネルギー伝達の中介にある。質量分析のスペクトルは、 サンプルとマトリックスの根性の状態に大きく左右され、従ってサンプルに応じた適性。シマピン酸高分子量のサンプル分析に適する。チャカ中から高分子量のサンプル分析に適する。フェルナ酸中から高分子量のサンプル分析に適する。現地人酸、トバ低中分子量のサンプル分析に適する。ヘクトパスカルイン、イオンモードでの拡散分析に向く。 ジスラノールなお、田中光一が原理の発見に使用した際のマトリックスは、グリセロールとコバルトの金属微粒子を混ぜたものであった。当時、この方法はソフトレーザー脱リオ音化法と呼ばれた。いわゆるプロテオミックスの現場では、モルディは通常の SDS ページや二次元電気営動による分離操作と組み合わせて用いられる。ペプチドマスフィンガープリンティングは利用の代表例である。 通常のモルディは高真空条件下でイオン化を行うので、クロマトグラフィーと連結した自動解析には向かない。全処理として、クロマトグラフィーを用いる場合は、分離した資料を手作業で分手して、モルディにかけるという操作が必要になる。AP の名の通り、大気圧下でイオン化が可能なモルディである。イオン化部が高真空を要求しないことで、 接続可能な前処理用の分離装置や質量、分析部の種類が増え、多彩な分析系の構築が可能となる。通常のモルディには前述の通り窒素レーザーが用いられるが、IR レーザーによるイオン化も実用化が進んでいる。IR によるイオン化は、窒素レーザーのような UV と比較して、高い音やクラスターイオンが生成されやすく、分解能が落ちる傾向がある。しかしながら、 IR モルディでは、選択可能なマトリックスの種類が多く、通常使用されるものの他に、小白酸、グリセリン、尿素、あるいは水などを用いることができる。また、高い音が生じやすい一方で、フラグメントイオンの生成が抑えられるので、UV モルディでは分解してしまうサンプルも IR、モルディで分析できる可能性がある。ありがとうございます。